パイクは打った半分がミスだったし、レシーブでまともに働いたのは後半だけ。でも初めてちゃんと最後まで戦えた気がする。なのに安心してんじゃねえよ。すっげえ、今のでも止められないのかよ。証が噛んだ。すべちつくあって言った。中盤勝負になると思ってたからな。選手集めて遅くまで練習ばっかやってりゃ強くて当たり前だろ。俺たちは侍だ。この命今捨てずしていつ捨てる。おはよう。今日も元気だ。ご飯がうまい。今日は月ラジの収録なんだ。頑張るぞ。今日は一緒にマミリン上映会をするって約束した日ですよ。ちゃんと覚えてますよね。お昼ご飯は食べましたか？モモタスのふわとろオムライスは絶品ですよ。あー、川の下の子です。歌手清光。扱いづらいけど性能はいい感じってね。人を撃っといて自分だけビビって逃げるなんて男らしくねえよ。お前らは中遠距離攻撃があって機動力にも長けてんじゃん。今でさえ俺はパッとしねえことばっかだし、この先みんなプロになったとして俺はどうやれば張り合っていけるのか。はい、もしもし。これでまた一年一緒です。はい。もう昔の不良グループとも一切連絡取ってませんし。兄さん、落ち着いて。一旦仕切り直しましょう。それまでずっと乗り弁ですか？仕方ありません。ですが、信頼関係が一つ失われたことはしっかり自覚してください。若い子は元気がいいの。体を治す力も使い果たしちまった。だが、ただじゃくたばらねえ。兄貴の記憶を見たぞ。軍を騙してまでドベのお前を戦士にした。俺を守るために。